まに不思議な体勢で寝るコウモリさん。どうもリントです。はい、ちょっと面白い角度で寝てたので、寝てないね、起きてはいるね。すごい不思議な状況だったので動画を回しました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローお願いいたします。うちのね、エジプシャンルーセットオオコウモリのマナなんですけれども、片足なのね。めちゃくちゃ片足で器用ね。でも片方の足どうなってるかっていうと、羽の中に足が入ってますね。で、おそらくこれグルーミングした後かな。胸のところがちょっと濡れている感じがしますね。めっちゃ見てる。めっちゃカメラ目線。その体勢きつくないの。すごい寝相と言っていいのかどうかあれです。まあ、寝相みたいなもんですね。これの前にもね、動画1本上げてるので、寝相のね動画上げてましたけれども、器用だね君ね。ほんとようそんな器用にやりますわ。そして眠そう。ご飯はちゃんと食べてますね。あ、水も結構飲んでるね。今日の夜にまたご飯とお水と入れてあげてって感じになると思いますが、夜うんちも片付けだね。うんちとカスが溜まってるね。口からペッて出したカスが。どういう体勢？ただこれ扉というかね、このここ開けるとちょっと動き出す気がするけど、あれ意外と。もう慣れた環境に。よいしょ、ちょっとこう避けて、よいしょ、ちょっと意外とちょっと上気になってるけど意外といけてるね。便利なんですよ。こんな感じでそこについてる磁石のおかげでね、このケースの扉開けて上にこうやって乗っけておくことが、乗っけておく、くっつけておくことができるんですよ。ああ足出しちゃった。さすがにちょっと気になっちゃったか。ごめんごめん、バタバタ動いてると気になっちゃうよね。ん、あ、ちょっと厄介、ちょっと嫌そう。ごめんごめん。でも耳をピクピクしてるのが可愛いですね。多分私の声とかを聞いてるんだと思うんですよ。ん？君うんちする？うんちしそうな体勢になったけど。ね、あ、ちょっと嫌なんだねやっぱね。まあ、噛みはしないで、本当に嫌だったんで泣き声上げながら噛んでくるらしいんですけども、それはねないので、ちょっと嫌なんだけどくらいな感じですね。よし、ごめんごめん、ありがとうね。まああんまりやりすぎるとねストレスになる可能性はあるので、それ以上やめておきましょうってやっていたら、まだね今お昼ぐらいなんですけども、ご飯食いに来てるね、はっちゃんが。ちゃん元気、なんて言ったって元気ね。ちょっと足を不自由にはしておりますが、不自由っぽく見えないというところで、まあ、そちらもね前に動画でご説明させていただいてるんですけども、よかったら見てみてください。全然普通に元気。早く足良くなるといいね。まあ、すぐ良くなるものではないからね、ちょっとずつちょっとずつ頑張っていきましょう。
しょ。他の子は？他の子は出てきてないね。あ、近づいたから泣いた。うん、春もうららもこんな感じ。あら、君どうしたの？急にこっち来て。不思議な顔しちゃって。あら、春くん出てきた。おはよう、春くん。ギョロちゃんは、近くにいるとたまにこうやって泣く子です。ただね、私の顔を見るとなんだお前かっていう顔をして泣くのが収まります。が、なんか見えてないと怖いみたい。まあ臆病でビビリなんでしょうね。まあパッちゃんもそうだけどね。パッちゃんもコーチの中に入ってて、コーチ急にパッて開けたりとかするとジゴ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 って一回言いますから。ただ私の顔を見て一瞬安心して、あの特に問題なくって感じにはなるんですけども、そんな感じ。あ、ハルくん戻った。あ、定位置に戻ったね。ごめんね、急に動画回しちゃって。すごい面白い体勢でいたからついつい撮ってしまいました。はい、ということでね、本日はあのなんか面白い体勢でいたので、ちょっと近距離で撮ってみたという動画でございました。はい、もしよろしければチャンネル登録、高評価、インスタグラム、TikTok、あとツイッター、なんかバラバラになっちゃった。はい、やってますので、よかったらフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、ツイッターのフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。